第18章、1節から17節その後、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここで、ポントス州出身のアキラというユダヤ人と、その妻、プリスキラに出会った。クラウディウス帝が、全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近、イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので、 彼らの家に住み込んで一緒に仕事をしたその職業はテント作りであったパウロは安息日ごとに街道で論じユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていたシラスとテモテがマケドニア州からやってくるとパウロは御言葉を語ることに専念しユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く明かししたしかし 彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服のちりを振り払っていった。あなたたちの血は、あなたたちの頭に振りかかれ、私には責任がない。今後、私は違法人の方へ行く。パウロはそこを去り、神を崇めるティティオ・ユストという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは、 一家を挙げて主を信じるようになった。また、コリントの多くの人々も、パウロの言葉を聞いて信じ、バプテスナを受けた。ある世のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私があなたと共にいる。だから、あなたを襲って危害を加えるものはない。この町には、 私の民が大勢いるからだ。パウロは一年六ヶ月の間ここに留まって人々に神の言葉を教えた。ガリオンがアカイア州の地方総督であった時のことである。ユダヤ人たちが一団となってパウロを襲い法廷に引き立てていってこの男は立法に違反するような仕方で神を崇めるようにと人々をそそのかしております。と言った。 パウロが話し始めようとしたとき、ガリオンはユダヤ人に向かって行った。ユダヤ人諸君、これが不正な行為とか、悪質な犯罪とかであるならば、当然諸君の訴えを受理するが、問題が教えとか名称とか、諸君の立法に関するものならば、自分たちで解決するがよい。私は、そんなことの審判者になるつもりはない。そして、 彼らを法廷から追い出した。すると、群衆は海道ド町のソステネを捕まえて、法廷の前で殴りつけた。しかし、ガリオンはそれに全く心を止めなかった。18節から23節。パウロは、なおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて、船でシリア州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行した。 パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切った。一行がエフェソに到着した時、パウロは二人をそこに残して自分だけ街道に入り、ユダヤ人と論じ合った。人々はもうしばらく滞在するように願ったが、パウロはそれを断り、神の御心ならば、また戻ってきます。と言って別れを告げ、エフェソから船でした。 カイサリアに到着して、教会に挨拶をするためにエルサレムへ登り、アンティオキアに下った。パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出て、ガラテアやフリーアの地方を次々に巡回し、すべての弟子たちを力づけた。24節から28節さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で、 聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは、彼を招いて、もっと正確に神の道を説明した。それから、 アポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、彼の地の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。アポロはそこへ着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けた。彼が聖書に基づいて、メシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤調でユダヤ人たちを解き伏せたからである。